サワディーカー、こんにちは、のぶーです。今日は6月の17日だかな、6月の17日です。月曜日です。今の時間が13時20分です。ということでですね、今日はまた LINE ペイでもなく、ペイペイでもなく、メールペイのお話をさせていただきたいと思います。ということで、先日動画で 70% 還元という壮大な意味のわからないぐらいのキャンペーンの話しましたが、その話の続きというかなんですが、まずイオンで 50%、 ファミマで 70%、 あなたならどっちを選択するっていうお話です。そして最初にお答えを言っておきます、っていうか僕自身の答えですね。僕はイオンで 50% を選択します。のその理由をちょっとお話ししていこうかと思います。で、先日動画で上げたメルペイのその還元のお話については URL を概要欄に貼っておくので、そちらをご確認ください。そちらでちょっと詳しくお話しさせていただいてます。で、今回ですね、お話しさせていただくのは、今日なんで 50% イオンで 50% 還元を選択するかっていう話なんですが、まあ単純に書き換えて、なんか 70% オフ、まあ 70% って 70% 還元ですね。還元される方がすごいお得な気がするんですが、僕が思うにはやっぱり一番のポイントは、その還元する上限金額ですね。還元される上限金額は 70% であっても 50% であっても2000円までしか還元されないっていうことです。そこが僕の中では一番ポイントで、なので2000円をファミマで使ってもイオンで使ってもマックス 20% を使おうとします。そうすると普段お買い物をしている僕としてはイオンで 50% 還元をいただこうということになりました。まあ、ファミリーマートで 70% 還元してもらってももちろんいいんですけれど、それはやっぱり普段使っているところで一番還元を受けるのが、まあ、個人的にはお得感があるかなと思っています。まあ、もちろん人それぞれの考え方なのでいろいろあると思うんですが、まあ、まず、なぜその普段使っているところで還元を受けた方が得なのかっていうお話をさせていただこうと思います。まずですね、一つ、まあ、例えばのお話させていただきます。例えば、カップヌードル。まあ、カップヌードルだったらコンビニでも多分イオンでもどちらでも売ってますよね。そちらを買うならあなたならどっちで買いますか？ 70% 還元のファミリーマート、もしくは 50% 還元のイオン、どちらを買えますかね。で、基本的にまあ普通で考えてイオンの方が多分安いと思います。どうしてもコンビニってちょっと割高感があって、基本的に小売り、希望小売価格で販売していることがほとんどだと思います。なのでやっぱりちょっと割引が効いたスーパーマーケットで購入した方が、まあ、もともとお得感ありますよね。普通に購入するとすると。まあ、コンビニはいつでも24時間空いてるので手軽に買えるっていうので、まあ、そちらを普段使っている方もいらっしゃるかもしれませんが、どちらで値段的にお得かっていうと、スーパーマーケットのイオンだと思います。で、一応調べたところ、すいません、ファミリーマートで本当にいくらで売ってるかわからない。もしかするとちょっと割引してたりすることもあるんで、そこは今の時をファミリーマートで実際に確認していただきたいんですが、基本的に希望小売価格、カップラーメンは税抜きで193円。で、それを税込みにすると208円ですね。なので、なんと7割キャッシュバック還元を受けるとですね、145円キャッシュバックされます。で、実質193円、63円でカップヌードルが買えることになります。すごい安いですよね。63円でカップヌードルって、イオンとかのあのトップバリューとかの独自ブランド、トップバリューとかイオンとかので、
もそこまで安くないですよね、多分。で、あともう一つ、同じカップヌードル。今、日清のカップヌードルでお話しさせていただいてます。日清のカップヌードル、イオンでですね、一応ちょっと店舗で実際確認はしてないんですけれど、イオンのネットスーパーっていうのがあるんで、それで、北谷店で一応検索して確認したところですね、イオンで売ってる値段が148円税抜き。で、税込み160円。なので、売ってる金額で言うと、ファミリーマートの方が普段で言うと、40円ほど高いです。で、実際、キャッシュバックをされるとします。160円なんで単純ですね。80円キャッシュバックされます。で、80円で購入できる。これもめちゃめちゃ安いです。なんですが、一つずつ考えると、まあ、実際に言うと、ファミリーマートで63円。イオンで80円。1個で考えると、やっぱり、ファミリーマートも安いんです。でも僕はイオンで買います。もう一つ、結論に行く前にもう一つ例を挙げたいと思います。例えばワイン、僕ワインよく買うんですけど、ワイン、まあ大して買うんですけど、赤ワインが好きで買うんですけど、味がそんなに疎いので、基本的に一番安いワインを買ってます。でもちょっと日本産のワインはちょっと甘口が多いので、辛口のワインが好きなので、そこはこだわって、辛口の、まあ、海外産、海外で作られているチリワインとか、あとまあスペインとかフランスとかもあるのかな。で、基本的にイオンで安いのが、ちょっと大体なんですけど、大体税込みで400円ぐらい、390いくらとかなんですけど、大体400円ぐらいのワインをいつも買ってます。それをなんと50%還元受けると、200円で買えます、実質。で、先日ちょっとファミリーマート寄ってワインいくらで売ってるんだろうと思いました。で、ワインでよくイオンでも売っているアルパカっていう銘柄の、これ多分チリワインだと思うんです。これもイオンでも安めで、まあ400円まで安くないんですけど、イオンでいくらだったかな？多分500円ぐらいだったと思うんですけれど、これが、すいません、これもはっきりと覚えて550円ぐらいだったとします。で、550円のワインを買ったとすると、なんとファミリーマートで385円、7割キャッシュバックされ、実質165円。なので、550円の高いワインがなんと165円で買えてしまうんです。イオンで買った400円のワインは200円かかります。で、それだけ考えると、やっぱりイオンの方が損ですよね。でも僕はイオンで買います。その答え。まず一つ目、今言ったワインの答えを言いたいと思います。イオンのワイン、400円のものを200円で買える。何本買えると思いますか？実質2000円キャッシュバックなので、キャッシュバックマックス使おうと思うと、なんと200円で10本のワインが買えます。めっちゃすごいですよね。200円のワインが10本買えるんです。すごいですよね。で、先ほど言ったファミリーマートでもしアルパカ、ちょっと一番安いのが多分アルパカぐらいだと500円ぐらい台のワインがファミリーマートで売ってたんですけど、ファミリーマートの、まあ、例えば550円のワインを165円で買うとしても、なんと、まあ、ちょっと中途半端に5.1本。5本ちょっとしか買えないんです。まあ、買える本数で言うと半分ぐらいしか買えません。あなたならどっちを買いますか？まあ、選択肢としては、やっぱり普段買ってるもの、普段から安く購入しているものをさらに安く購入する。でも、やっぱ普段手が届かない、手が届かないってもうちょっと高いぐらいですけど、普段買わないちょっと高めのワインを、普段買うお金より安く買う。っていう方法ももちろんあります。まあそこは、まあ一番政府とかが、消費税が上がった時に、消費の冷え込みを抑えるっていうので還元するので、やっぱりそこが一番ポイントなんじゃないかなと思うんですが、まあ、僕はやっぱりそこまで裕福な人間でもないですし、そこまで余裕がないので、なんとなく普段のお買い物をいかに安くするかっていうのを考えてしまう。なので味がわからないんで、そんな高いものをいつもの値段でちょっとの本数買うより、いつも買っているものを大量に購入する。
その方が個人的にはお得かなと思ってイオンで購入させていただきます。でもう一つ、さっき最初に言ったカップラーメン、カップヌードルのお話しさせていただきますけれど、一応おさらいで言うと、カップヌードルはイオンで税抜き140円、税込み160円、実質80円で買えます。でファミリーマートだと税込み208円で、実質63円で買えます。なんですが、イオンでなんと80円でもしカップヌードルばっかりを買おうとすると、キャッシュバックを受けるマックスなんと25個買えます。25個のカップヌードルが実質2000円で購入できます。もしファミリーマートで7割還元で25個カップヌードルを買おうとすると、キャッシュバックを考えずに25個買うと208円なので、25個で5200円かかります。5200円払ってもう25個買うと、キャッシュバックは本当は7割なんですけど、7割還元されるのはマックス2000円なので2000円しか還元されません。なので還元される金額を考えると、5200円の2000円バック、実質3200円かかります。ファミリーマートで25個カップヌードルを買うと3200円実質。でもイオンで25個買うと、なんと実質2000円で買えます。さて、あなたらはどちらで買えますか、というお話をさせていただきたかったっていうことです。もちろんいつも買わないファミリーマートで買いたい商品があって、どうしても普段ちょっと買いたいけどちょっと高いなと思っているような商品があるんであれば、ぜひ7割還元を受けてファミリーマートでそういったものをお買い物するのもおすすめします。そしてあとファミリーマートでおすすめするのは、やっぱり普段ファミリーマートでお買い物されている方、特にお弁当とかお昼にランチでファミリーマートで普段購入されている方は、どんどん7割還元を受けた方がいいと思います。普段どこでお買い物されてるかっていうのが一番重要かなと思います。僕は最近ファミリーマートでご飯を買うことほとんどないです。外で食べるときにやっぱりどうしてもちょっとゆっくりしたいんで、ちょっとしたカフェとか行きたくなるんで、食堂でもいいですよね。安いんで食堂とか行ってしまうんですけど、ファミリーマートであんまりお弁当買ってっていうことがないんで、普段イオンで普通に食料品買ったりっていうのはまあ本当にしてるので、そちらで購入させていただきます。で、イオン20日にまた 5% オフやるんで、 5% オフでさらにメルペイで 50% 還元になるんで、めっちゃお得です。ということで、その20日の前にちょっとこの動画を撮って、ファミリーマートで7割還元、イオンで 50% 還元、どっちがお得かっていうお話をちょっとさせていただきました。またこれからもこういった、まあ僕自身の考え方ですけど、こういったお話もさせていただきたいと思いますので、もしよかったらチャンネル登録、もしこの内容よかったら高評価などよろしくお願いします。ということで、今日もありがとうございました。ありがとう、さよなら、バイバイ。